吉原ゆかりは、日本金所属の囲碁の女流騎士である、芸能事務所アインと所属。2002年結婚後も日本棋院への登録名は、旧姓のままだったが、2011年4月1日に変更。東京都立川市出身。協立女子、第二中学高等学校を経て、慶応義塾大学環境情報学部卒業。加藤正雄名誉王座門家であり、 手厚い気風で知られる。また、集英社発行し週刊少年ジャンプで連載された漫画、光の語を監修するなど、囲碁の普及活動を行っている。囲碁に関するテレビ番組出演も多いほか、NHK 大河ドラマ、厚姫でも、囲碁指導を行った。囲碁との出会いは小学校1年の時、父が、子供の日に、お父さんと一緒に始めようと語番をプレゼント、 してくれたのがきっかけだった。14歳の時プロになるべく加藤正夫球団に入門し、日本棋院の院生になる。多くの棋士が小学生からプロを目指す中、遅いスタートで、プロ試験には大学生になっても合格できなかった。大学生活が楽しかったこともあり、一時期は完全に語をやめてしまっていた時期があるという。 しかし、以後をやめてみて、自分にはこの道しかないと悟り、再び試験に挑戦する。そして、大学4年の12月に、女流騎士特別採用試験に合格する。22歳でプロ入りした後、NHK 杯トーナメントの司会を2年間務めた、ことで、注目を浴びた。2002年女流最強戦での準優勝。 2003年には、この年で最後の開催となった女流ツール聖戦で、準優勝とタイトルに手が届きそうで、届かない状況が続いたが、2007年には、女流棋聖のタイトルを獲得した。2007年7月の時点では、女流騎士の中で、対男性の勝率が第一位。男性騎士に勝ち越している、女流騎士3人のうちの1人であった。2011年4月1日より、 騎士名を婚姻後の本名である吉原ゆかりに変更。2002年、サッカー選手の吉原真也と結婚。2010年10月4日、妊娠中であることを自身のブログで公表。これに伴い、同年11月開催の中国、杭州アジア大会への日本代表出場を辞退した。翌2011年2月10日、産休前の最後の出会い。 第37期名人戦予選 C で、井上国夫八段に白番中をしがち。同年3月に第一子を出産。ありがとうございます。